はい、どうも皆さん、じゅんチャンネルです。今回は動物タワーバトルを、はい。はい、しろみです。しろみさんとやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。あ、待って、その前に、もし、例えば、まあ、何回対戦する?3回勝負?3回?じゃあ3回勝負して、2回勝ったら、まあ、3回のうち2回勝ったら、まあ、その人の勝ちで、負けた人は罰ゲームをやってもらいます。では、まあ、その罰ゲームは後で知らせるんで一回やっていきましょう。イエーイ。はい、はい、じゃあやっていきたいと思います。イエーイ。はい、じゃあやっていきましょう。はい、来て。はい、勝負です。お、よろしく。オッケーオッケー。はい、まずしろみちゃんから。次私。なんかカバとサイって似てるよね。ほんと。あ、そこ。オッケーオッケーオッケー。負けたくな。いける？怖い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 。めっちゃ怖いんだけど。シマウマ？シマウマって書いてあるね。置ける？あ。はい、一回戦。私の勝ち。もう少し反応してる。あーとかさ。いや、だって私は、YouTuber 初心者だから。一般人だから。はい、では2回戦やっていきたいと思います。イエーイ。はい、レッツゴー。さあやっていこう。相手、しろみちゃんの番。番っていうか、まあ、しろみちゃんからと、鼻宙に浮いてるけどね。どうやってこう、もう最初はこれぐらいでしょ。楽勝楽勝。楽勝ですよ。でさ、しろみちゃん一応さ、喋って。ダメだよ、私あんまり喋るの得意じゃないから。よく言うよ、さっきまで爆笑してたじゃん。いや、笑うのと喋るのは違うから。何が違うの？何が。しかも私負けそうなんだけど。大丈夫、いけるいける、頑張れ。いけるって思ってないからいけるって言ってんだけどね。おー、セーフ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 。一か八か置いてみるか。いけるでしょ普通に。はい、ちなみに現実の世界ではこういうことはありませんので。そう、こんなカバにカバが乗ったりしません。いけるか。おお、やったかった。ユーフー、やった、イエーイ。ホームラン、イエーイ。なんかすごい、なんかすごい階段になってんだけど。アクロバティック。じゃあもう一回やりましょう。はい、では 3回戦。これでね、1勝1敗なんで。はい、どっちが勝つのか。頑張ります。やりましょう。えい。で、やっていきましょう。相手、またしろみちゃんか。なんか台座ちっちゃくない？簡単。ヤギって楽でいいよね、ちっちゃくて。うん、ずるいと思う。ずるいと思って自分当たった時どうすんの？よかった、いいだろうみたいなこと言う。なんかスルーされた気がする。してないよ。あ、ダメだ。やった、勝った。あれ、あっという間に終わっちゃった。あ、待って、 CM 出ちゃった。まあ、この CM 別にいいけど。あ、これ後でやろう。はい、罰ゲーム。はい、じゃあマイルーレットの方に行きたいと思います。イエーイ。はい、じゃあマイルレットです。ちょっと見ていただければ、まず、まあ、こう語尾をつけるとか、なんて書いてある。未来から来た人 に人のフリーをする。過去から来た人ね。あ、過去か。それから、ん、何これ、紫のやつ、ちっちゃくて見えない。最近やらかしたことを言うと、ハイテンションになるの4つになります。イエーイ。じゃあやっていきたいと思います。ドゥルルルル。はい、何になる何になる何になる。最近やらかしたことを言う。はい、で、最近やらかしたことを思い出しました。やらかしたっていうか、ちょっと危なかったっていうのなんですけど、うん、まあ、私最初、まあ、高校の通校っていうか、学校行くときは車で行ってたんですよ。ちょっとって思った人もいると思うけど、すごいお金持ちだと思わない？すごいビップな投稿だった。違う違う違う。で、そうそう、自転車じゃないとうちも嫌だなって思って、まあ、父親と
日曜日練習しに行ったんですよ。でその時にちょっと車に轢かれそうになったっていうのがありました。その微妙にさ笑えない感じのやらかしたことなんなのでもね、あのね、急ブレーキかかったわけじゃない車も、なんか少しあーって思ってブレーキ引いて、あごめんなさいってやって終わっただけ。よかったね、うん、だから別にギャーってなったごあの事故ではない。よかった、生きてて生きてます。まず動画撮ってる時点で生きてる証拠になってるから。いや自爆霊かもしれない幽霊、幽霊 YouTuber、 うわーってはい、ではもう一回やっていきたいと思います。参加勝負またやる。 いいよ。はい、じゃあやりましょう。白身の方ね、白身の方はい、じゃあやってきます。また白身かよひどくない？友達呼び捨てにした友達なんだからいいじゃん私呼び捨てにしたことないよ。これは自滅だわなんかね、微妙に笑えない勝ち方しちゃった なんかなんていう動物これサイ？あ、それはオカピー。オカピーがなんか寂しそう、なんかかわいそうはい、じゃあ1回戦白身ちゃん、自分で言うのもなんだけど白身の勝ちでいいんじゃない。白身の勝ちです、イエーイ。これで私1回負けたんで、あと2回で、あ、白身ちゃんが2回勝ったらうちの負けってことだよね。でうち1回負けたから、私があと1回勝ったらだよ、3回勝負だから。あ、そっか、うん、いやだ、3回勝負で1回負けたからあと2回勝たないと勝てない。3回勝負ってね、2人合計3回だからね。あ、そっか、あ、バカだ、ごめんなさいごめん、バカだった、ごめんなさい、ルールを把握していなかった時点がごめんなさい、あの、じゅんちゃん急にバカになるから。 OK、 やっていこう、さあやりましょう。てるっ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 てる、多分音楽何に聞こえるから言ってるけど、あ、うちだ、音楽聞こうとしてた。はい、ハート、パンダがハート出すとちょっとやばいな。あのバカもハート出しとくわ。え、無理でしょ、どうすんの。なんか今日の純ちゃんなんか弱いな。これさ、2回連続罰ゲームっていう普通に微妙に笑えない状況を生み出してしまったのだがまあやるしかないね。そうですね、はい、じゃあマイルーレットいきます。はい、マイルーレットに来ました。じゃあはい、やっていきたいと思います。これで同じやつが出たとしたらもう知りません。はい、何が出る、コビをつける、コビをつけるってこうやってこっちの方だよね。それはコビを売るの方あ、そっか、何がいいかな。コビ、じゃあ何々ですわとか、何々にゃんとか、何々でござるとか。白身でござる人の名前で言うじゃあさ、何々な順がいいんじゃない何それ、おかしいでしょ。いやだからそれが罰ゲームなんだよ何々が順がいいと思う。何々が順。じゃあ次もう一回さ勝負やってさ、その時はさ喋る方のみんな順つけてね。オッケー、じゃあやっていこう、順おかしいじゃあやっていきたいと思います、順おかしいだろ、だから変だで、順ダメだ、順ダメ、終わらない、順きついわ白身ちゃんで、順白身ちゃんで、順って何順が飛ぶ。さあ、またチーターで順、ん？チーターです順。おかしいな。なんかうまく喋れない順。これみんな頭詳しい人って思われちゃうよ順。これだ、動画飛ばしてさ、最後だけ見た人どうしちゃったのかと思うね。確かに順。きついんだよ順だけって。あ、順遅いって順やったった順やったった順で勝ったからさ、もう普通に喋っていい？いいよ、オッケー、ね、解放されたね、やった解放された、解放された順、ね、やった解放されたって手の動きみんなに見えてないんだよね。解放された順ね、
本当。なんで何言い始めたの？いやなんか私一回罰ゲームされなかったからじゅん。言わなくていいよ。だってこれで負ければいいんだから。そうだ、言い方おかしいな。これで負ければいいんだからって。そういうのやらせって言うのよ。それね。じゃあ二回戦あれやらないの？どっちでもいいよ。では2回戦やっていきたいと思います。待てないといけないっていうプレッシャーをひしひしと感じる。うちは絶対に勝つ。でいきましょう。イエーイ、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 イエーイ。うちよかったね。今さら今さらってゲームにイラつくっていう。キリン首ってさ、あ、キリンの首ってさ長いよね。そうだね。なんとも、どうしたの？なんとも当たり前のこと言ってるだけなんだけどさ、楽じゃん、そこに置いちゃえ。めっちゃ角刺さりそう。あ、まあ、いっか。ここに来て臓器つくない？いや、俺は行くぜ。あらら、まだね、3回勝負だからね。そうだね。そう、まだね。そうね、3回勝負だったね。 OK、うん、じゃあやっていこう。すごい微妙な顔された。あのこっちの画面見えないからうち何とも反応できないんだよ。でもすごい微妙な顔された。はい、しろみちゃん、やばい、じゅんって言いかけちゃうわ。え？あ、びっくりした。急になんか手抜きいったのか、手抜きしちゃったのかなって思ったよ。この島はお尻ら辺消えなくない？何お尻見てんの？変態。いや、なんかさ、ちょうど透明なんだけど、透明って言い方あれなんだけどさ。オッケー、オッケー、オッケー、今のところいいよ。今のところクマそこに置けばいいじゃん。シマウマかわいそう。思うにシマウマは絶対重たいって思ってるよ。思うにっておかしいな。どこに置く？回す？そこらへん？揺れてる、シーソーみたい。よし、行った。え？オッケー。あ、じゃあ、はい。まあね、でもこれでね、1対1だから。あ、確かにいい勝負じゃない？いいね、今のところいいね。じゃあ、3回勝負行きたいと思います。これでどちらかが勝てばいいわけですからね。これでもそのままうちが負けたらさ、3回ともうちがね。やばいね、そろそろ待てないと私。何それ、やだ。本気でやって。本気で待てるねって。いや大丈夫、ちゃんとやってるから。わ、かわいい。真似してやった。その上に百獣の王を置いていくスタイル。かっこ押すって書いてあるんだよね、上に。メスって言われたらどうなるんだろう。ライオンのメスってたてがみないじゃん。うん、まあね。チーターとライオンがさ、 結婚っていうかさ、したら赤ちゃんどうなるんだ。結構すごい話するね。いや、ネタないからさ。あ、待って待って、ダメダメダメ。なかったことにしよう、ね、これができてないやらせですよ。分かったよ、また罰ゲームするんでしょ。いや、もう私も見飽きたからいいよ。いや、やるよ、やろ、やるよ。いいよ、もう私も見飽きたから。やる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 、やめて。やるじゃないとズルになるもん。はい、じゃあルーレットいきます。ルーレットも少し緩く丸、ま、丸丸丸丸っていうか回るようになったよ。またまた、もういないと思うよ、ち。じゃあもう一回それだけやらせて、もう一回回そうぜ。オッケー、オッケー。これなんて読むんだっけ。過去から来た人のふりをする。オッケー、じゃあゲームをしながら過去から来た人のふり。 なんでござるか、このひよこはとかって言うのよ。分かった。無理だよそれ、それだって語尾だし、それだと。はい、じゃあよう分かんないけどここにいました。はい、始めましょう。本読み、本読みのことなんで知ってんだろう。なんか聞いたんだよね、どっかに歩いてたやら、スマホのチャラいお姉ちゃんがいてさ、なんかね、スマホのチャラいお姉ちゃん、本読み持って、始まってますよ、本読みとかなんとか言ってたんだよね。すごい絶妙なバランスでさ、なんかさ、え、ラクダ、ラクダなんているの。いるよ。初めて知った。え、これ何、羊、アルパカ、
羊ね、羊でしょどう考えたってこれ。首長いじゃん。だって羊じゃん。猫のボケ。面白くなすぎて落ちたわ。はい、じゃあこれで、待って、これで1回戦だもんね。そう、これで1回戦だからあと1回やればいいってこと。え、何の、どういうこと。これ1回戦だよね。あの、ごめん、あっち未来からっていうか、ようわかんないとこから来たからさ。まだその設定あったの。え、さ、今のが1回戦だから。あ、で、勝ったんだ。勝ったからもうやなくていいな。いや、だからもう1回やって、もう1回あなたが勝ったらあなたの勝ち。あ、そっか、じゃあまだか。うん、オッケー。はあ、オッケー、やっていきましょう。なんかこのテンションでやってるけどよくわかんないんだよな、このテンションが。ウミバメ？ガメか。イカンと、イカナトってなんや。バガ。面白くねー。バガ。う、落ちるけど落ちない？これ落ちる落ちない、どっち？カメが、ついにね、やっと私が罰ゲームになったよ。何この喜び。や、うちもなんか喜びたいよ。よしよし、回すで。はい、じゃあ回していきます。私も自分やりたくないけど喜ばしいことだと思います。じゃあ行きます。私も回させてよ。いいよ、こっち。何が出るかな。はい、テンションになる。はい、しろみです。ルーレット回しちゃった。はい、じゃあもう今回これで終わりになります。終わりです。これなん、うちが結構負けたよね。カットされてるからなんかうちが、うん、ね、まあまあいい感じになってきた。もうね、この人すごい負けてる。ひどい言い方。言い方考えて。だってハイテンションだからしょうがないじゃん。はい、じゃあ今回これで終わりにしたいと思います。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではお釣りでいく、うん、じゃあせーの、お釣り。イエーイ。